バナナタイムクロです。今回は株式投資の勉強はどこから始めるべきなのかという内容で解説していきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、投資をしよう！投資をするのはやっぱり王道の株式投資からやってみよう！そういう人は多いですよね。ですが、実際に始めようと思った時、何から始めていいのかわかんない。投資の勉強ってそもそも何をすればいいの？という人結構多いです。勉強が難しそうだし、よくわかんないと感じてやろうと思ったのに結局二の足を踏んでいる人かなり多いはずです。私も金融の世界にいなければ確実にそうなっていたはずですね。ただ投資の勉強はそんなに難しくはないんです。なぜなら投資手法によって勉強する内容が違うので、投資手法に絞って勉強していけばそんなに多くはないんです。なので今回はその投資手法に応じてそれぞれの勉強法について解説していきます。ここが分かると自分に関係のない情報に惑わされなくなって、株式投資をしていく上で振り回されることがなくなりますので、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。株式投資には種類がある。勉強方法にも種類がある。具体的にどうやって勉強すればいいのか、この3つでやっていきます。まず株式投資には種類があるですが、株式投資は大きく2つに分けられます。トレードと投資です。同じような言葉で表現されることが多いんですが、トレードと投資は明確に区別しなければいけません。今回の動画ではものすごくざっくりと解説しますが、トレードとは投機です。言葉の通り、機械にお金を投じるものです。なのでトレードは時間軸が短期になります。その一方で投資は資産にお金を投じるものです。なので投資とは実体の価値があって成長、収入を生み出すものにお金を投じることです。投資はトレードと反対で時間軸が長期になります。この株式投資を大きく2つに分けたトレードと投資ですが、さらに時間軸で細かく分類されます。トレードはデイトレードとスイングトレード、この2つに分類されて、投資は中長期投資と長期投資に分けられます。このような形で上から順に時間軸なんですね。デイトレードは1日の中で売買することです。まあ秒単位で売買したりなんかもしますね。スイングトレードは比較的短期ですが、2日間からまあ1週間ぐらいでこう短期で売買するものです。中長期投資は1ヶ月から数ヶ月程度保有して値上がり益を狙うものです。で、長期投資はもう数年単位で配当とか長期の値上がりを狙いに行くものです。ここからさらに投資手法がたくさんたくさん枝分かれしていくんですね。ほんのごく一部ですが、デイトレードであれば板読みであったり、市場の勢いであったり、テクニカルトレードだったり、スイングトレードであれば主にテクニカルトレードですね。トレンドを見たり、リトレースメントを見たり、ブレイクアウトを見たり、中長期投資であればバリアス株を探したり、バリュー株を探したり、流行り株を探したりですね。長期投資であれば積み立て投資をしたり、成長株を探したり、高配当株にずっと投資をし続けたり、これはあくまでもごく一部で、もっと投資手法はたくさんあります。たくさんありすぎてもうすでについていけないよ。言葉の意味すらわかんないんだけど、やっぱり無理だわと諦めないでください。勉強することはそんなに多くはないので安心してください。ここから具体的に解説していきます。次、勉強方法にも種類があるですが、ここまで挙げてきたデイトレード、スイングトレード、中長期投資、長期投資、ここからさらに投資方法がたくさんありましたが、株式を分析する方法は大きく2つしかありません。それはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析です。横文字でよくわからんと思いましたよね。私も苦手なのでよくわかりますけど大丈夫です。さっきのトレード投資の図ですけども、トレードがテクニカル分析で、投資がファンダメンタルズ分析になります。時間軸が短期のものはテクニカル分析で、時間軸が長期なものはファンダメンタルズ分析です。この2つだけなんですね。なので自分の選ぶ投資手法に応じてこの2つのどちらかを勉強していけばいいんです。結局どっちをやったらいいの？どっちの方が儲かるの？と思ったかもしれませんが、これはどっちの方がいいという答えはないんです。短期であればテクニカル分析、長期であればファンダメンタルズ分析、そのどっちの方が優れているとか劣っているとかはないんです。よくテクニカル分析でトレードしている人はファンダメンタルズ分析で投資をしている人に対して甘っちょろいとか言ったりします。
逆にファンダメンタルズ分析で投資をしている人は、テクニカル分析でトレードをしている人に対して、トレードなんてただのギャンブルだと言ったりします。これは単純に自分の方が優れてるんだというただのエゴであり、ただ言い争っているだけなので、そういうネットの記事は無視してください。大事なのはどっちが優れているかではなくて、どっちが自分自身に向いているのか、どっちが続けやすいのか、個人における好みでしかありません。なので、このテクニカル分析なのか、ファンダメンタルズ分析なのか、どっちがいいのかという判断については、長期目線でコツコツやるのが得意な人であれば、ファンダメンタルズ分析ですし、短期間で売買を繰り返すのが好きな人がいたら、テクニカル分析の勉強から始めるべきです。ただまあ初心者の人は長期投資でインデックス投資で積み立てていくっていうのがまあ手堅くで王道ではあるんですけどね。あとは自分の生活スタイルに合わせていかないといけません。平日の日中に仕事をしている人ならデイトレードはそもそもできないですし、スイングトレードであったとしても日中にそわそわして気になってしまって本業の仕事が手につかないなんていう人はトレードは向いていないです。逆に投資を専業にしたいと思っていて、プロトレーダーを目指している人なら、投資で長期投資をすることは、機会が少なくて投資は魅力的じゃないかもしれません。ちなみに私は元銀行員、元証券マンなので、仕事柄会社の決算書を見たり、会社の値段をつける価値算定評価をしてきた人間なので、経験上長期目線のファンダメンタルズ分析の方が得意です。たまにはトレードもしますが、私が向いているのは投資ですね。なので、あなたも短期目線と長期目線、自分の好みと生活スタイルに合わせてトレードなのか投資なのか、どちらを主軸に置くのかを決めてみてください。短期目線ならテクニカル分析を勉強、中長期目線ならファンダメンタルズ分析を勉強します。どちらかを選んで絞って勉強をすればいいんです。そうすれば勉強する量も少なくて済みます。というか、同時に勉強してはいけません。同じ株式投資の世界ですが、この2つの勉強の内容は全く異なります。まず最初はどちらかの勉強に集中してください。ではここからそれぞれの勉強方法について解説していきます。最後、具体的にどうやって勉強すればいいのかですが、繰り返しですが、まずトレード投資、どちらを勉強するのかを決めます。どちらかに絞ります。トレードならテクニカル分析の勉強、投資ならファンダメンタルズ分析の勉強です。まずテクニカル分析ですが、テクニカル指標の見方だったり、チャート分析について勉強します。トレードの手法についてはネットのブログなんかに情報は溢れています。なので、ただで情報を手に入れて勉強することができます。ブログ記事を読み漁ると、大体みんな同じことを言ってますね。体系的に学びたいという人はトレードについてのハウトゥー本を数冊読んでみるといいです。まあ、あくまでも一例ですけど、こういう形で、まあ、ロウソクを読んだり、出来高を読んだり、まあ、トレンド、MACD を読んだりだとか、RSI を読んだりだとかっていう形で、まあ、いろいろ出てきます。こうやって見るとなんかいろいろあって難しそうな感じもしますけど、トレードについて覚えることはあまり多くありません。じゃあ簡単そうでできそうだね。そう思うかもしれませんが、注意してください。確かに覚えることはそんなに多くないんですが、知っているだけ、理解しただけでは意味がないんです。このトレードのスキルは、体得するまでに時間がかかるというのがネックです。どういうことかというと、分かったつもりになっていても、実際に自分のお金を使ってやるとうまくいかないんです。もっと儲かるんじゃないか、損が取り戻せるんじゃないか、そういう自分都合の感情が働いてうまくいかないんです。誰でも絶対にこの状態に一度は陥ります。なので絶対に損するんです。よくあるあるなのは、最初はセオリー通りにそこそこ稼げるんですが、調子に乗って欲を出してトレードではなくギャンブルをしてしまう。そして大きな損を出してしまいます。ここで大半の人はやめてしまいます。ここで諦めずに続けられた人だけが勝てるようになってくる。この流れがよくあるパターンです。なのでトレードの世界は知識やテクニックよりも圧倒的にメンタルの世界です。なのでトレードのメンタルを整える本の一冊を紹介しておきます。このデイトレードという本なんですけれども、トレード専門でない私も何度も読み返しているおすすめの本です。ぜひ一度読んでみてください。トレードは自分とひたすら向き合うメンタルトレーニングです。本やブログである程度スキルを学んだら、実践の場で失敗を繰り返してメンタルを鍛えながら体得していく。これしかありません。次にファンダメンタルズ分析ですが、テクニカル分析に比べて勉強量は多いです。決算書の読み方であったり、指揮法の読み方であったり、IR 資料の見方であったり、業界の分析だったり、企業の分析だったり、
このように分析をするための体系的な知識がまず必要です。そしてその分析をするのにある程度時間もかかります。なんだか難しそうでちょっと気が引けるな。確かにテクニカル分析より勉強は大変です。ただ細かい会計や財務の知識はいらないんです。入門書をしっかり読んで理解すれば大丈夫です。いくつか入門書にあたるような本を紹介しておきます。一冊目がピーター・リンチの株で勝つですね。これは株式投資のエッセンスが詰まった本で、今も私も読み返してます。二冊目はバフェットの銘柄選択術です。これはケーススタディもあって比較的わかりやすいです。最後三冊目は賢明なる投資家です。これは不朽の名作ですね。株式投資のバイブルです。この3冊を読んだら投資における銘柄選定スキルはかなり高まります。概要欄にリンクを載せておきますね。わからないワードなんかはググれば全部わかります。言葉の意味をしっかり理解すれば本の内容も理解することができます。なんだかテクニカル分析もファンダメンタルズ分析もどっちも難しそうだな。ちょっとハードル高いな。そう思いましたよね。少し厳しいかもしれませんが、その通りで、最初の行動を伴わないで結果は絶対についてきません。世の中全部そうですよね。勉強も仕事も遊びも絶対に相応の行動が必要です。一足飛びに楽しようとするからトレードや投資で失敗する人がたくさんいるんです。誰でも簡単に絶対に儲けられる世界なんてものは存在しません。ただ難しいわけではないんです。しっかり学び実践を繰り返してスキルを体得すれば誰もが勝てる再現性の高い世界です。行動すれば結果が伴います。良い行動であれば良い結果が返ってくる。悪い行動であれば悪い行動が返ってくる。これだけなんです。いい結果をつかみ取るために良い行動をしていきましょう。大事な記憶がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。株式投資の勉強はどこから始めるべきなのかという内容でやってきました。株式投資にはトレードと投資があります。このように時間軸で分類されるものですね。上からデイトレード、スイングトレード、中長期投資、長期投資とあって、まあ1日から数年単位までバラバラです。ここから投資手法も含めると無数にありますが、勉強するのは2つだけです。トレードの短期軸であればテクニカル分析、長期の投資であればファンダメンタルズ分析です。自分の好みと生活スタイルに合う投資スタイルに合わせてどちらかを勉強すればいいだけです。ただどちらも体得するのにそれ相応の行動は絶対に必要です。挫折せずにいい結果を得るために学びと実践といういい行動をしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。